ウニオーネ・スポルティーバ・サスソーロ・カルチョは、イタリア・エミリア・ロマーニア州モデーナ県サスソーロを、本拠地とする、サッカークラブ。2019から20シーズンは、セリエ A に所属している。1920年に創設されたが、長きにわたって、アマチュアリーグで過ごしており、初めて、プロリーグの最下位ディビジョンであるセリエ C2 に、昇格したのは1984年のことである。2002年、 当時、セリエ C に B にいたクラブを建築材料メーカーのマペーが買収する。2005から06シーズン、セリエ C に B でプレーオフを勝ち抜き昇格した。2007年8月にマシミリアーノ・アレグリが監督に就任。初年度にスーペル・コッパ・ディ・セリエ C を優勝。同シーズンには、セリエ C1A も優勝しクラブ史上初めてのセリエ B 昇格を、 果たした。2012年6月にエウゼビオ・ディ・フランチェスコが監督に就任すると、2012から13シーズンのセリエ B で優勝し、クラブ史上初となるセリエ A への昇格を果たした。セリエ A 初挑戦となった2013から2014シーズンは前半戦を終えて降格圏の18位となったため、冬にディ・フランチェスコを解任し新たに、 アルベルト・マレザーニを監督に招聘さらに残留に向けパウロ・カンナバーロやダビデ・ビオン・ディーニ、など、経験豊富な選手も含め大量補強を観光した。しかし新監督就任後も連敗を喫失したため、再びディフランチェスコを呼び戻すと、ニコラ・サンソーネ、シモーネ・ザザ、ドメニコ・ベラルディの若き3トップの活躍もあって、最終的に17位となり、残留を果たした。なし中。 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。10、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。